まさかまたここに来ることになるなんてな。ランカスとの決勝戦からそれほど日は経ってないはずなのに。それにしてもまたヒューガさんたちとここで一緒に戦えるんですね。僕はすごく嬉しいです。ハードな練習すごく頑張ってたけど、頼もしいね。これから一緒に戦えるかと思うと。期待してるぜ新戦力。そろそろ開会式だ、みんな行くぞ。はい。サッカー協会が主催するリーグ戦、今月初めに行われた全国中学生サッカー大会、来月にアメリカで行われるジュニアユースの国際大会、強豪校同士の戦いはもちろん、今回参加したチームの中からこれより入場行進です。どうにかこの短時日で。まったくです。大会趣旨を理解し、フランス国際ジュニアユース大会の中止、しかもその新たな大会には想定していた代表合宿などの強化策では。はい、選手を大きく成長させるもの。そう、そのためのこのニューヒーローリーグだ。たとえエキシビションの大会であろうと、代表選考、全国大会で選手たちが、それがこのニューヒーローリーグで。そしてもう一つの目的も、それは世界と勝負するための。ああ、あとは彼らを信じるだけ。いよいよニューヒーローリーグの始まりだ。はい、バッチリです。これから戦う相手は強豪ばかりだ。むしろ全国大会の雪辱を果たす。はい。よし、俺たち東邦学園の勝つサッカー。はい。どうだ、緊張してるか。ガチガチじゃねえか。いいか、試合が始まったらサッカーに一番必要なのは誰にも負け。よう、お前がヒューガ小次郎だな。お前は確か石田だな。中学サッカーを代表するますます倒しがいがあるってもんだ。ここでお前たち東邦学園を倒せば今日の試合。そうはいくか、返り討ちにしてやる。ええ、まあ、それにしても1年生がスタメンと本当に大丈夫なのか。へえ、実力勝負だって言いたい。いいだろう。いいか、今回のリーグ戦は全国大会クラスのチームが集まって、その中で大きく活躍をすれば、そうなればそいつらと知り合いになって、その中で競い合えるライバルを見つけられれば。さあ張り切っていくぞ。
お聞きください、この大歓声。スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。東方対さあ、激闘の幕が開けました。石田君、激しいタックル、体ごとぶつかっていった。かわして振り切った。サンシュ、振り切っていく。何、いや、サンシュ、澤田君、中国どこにかわす。岡林くん、タックルを決めた。チャンスが決まった。ごめんな、ドリブル突破。ボールダッシュ成功。どうだ、なに、パスを出します。河瀬くん、ここは抜かせません。それ、はっ、素早く横にかわす。負けた。それ、次々にかわしていく。スライディングで止めた。高島くん、激しいタックル。パスを出します。横にかわして突破。スライディングで止めた。小池くん、このパスをカットします。大西くん、このスライディングが決まった。澤田くん、ボールを奪うことができません。敵陣へ攻め込みます。チャンスが決まった。素早く横にかわす。小松君、ここは抜かせません。横をすり抜けた。センターラインを越えて攻め込む。高島君、ドリブルでボールを運ぶ。小池君、激しいタックル。あっと、奪い返した。かわして振り切った。澤田君、ここは抜かせません。チャンスが決まった。ヒューガさん、いや、もらった。やめられない。どけ、行け。これがタイガーショットだ。渡辺くん、このシュートを正面から受け止める。早くも前半の半分が経過しましたが、
試合はまだまだ負けません。ヒューガさん、ここでタイガーショットだ。これを正面から抑えに行く。ヒューガ君、信頼してくれるみんなのために勝つ。もらった。それ。あっ、奪い返した。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。ゆけ。パスを回す。やめろ。このパスを回します。激しいタックル。もらったな。ドリブルが見送る。これは攻撃だ。よそを振り抜けた。止められない。ここから一気に攻め込みたいところ。豪快にシュートだ。さあ、ボールと真っ向勝負。パントキック、どこまで運べるか。東方、ここは戻りながらのディフェンス。小池君、ここは抜かせません。このタックルは勝ちに戻ります。すぐに横に倒す。鋭いスライディング。カット決まった。リーガ君、ここは勝たせません。あっと、奪い返した。スライディングで止めた。よし、横を振り抜けた。マカダ君、激しいタック。素早く残り込んで止められない。沢田君、鋭く足を振り抜きシュート。これはキーパー動けない。狙いすました。僕も頑張りました。ソレン、これで服を見てみて。坂井君、左へパス。パスを回す。沢田君、激しいタックル。ドリブルで突破。ソレン、止められない。沢田君、素早く横にかわす。狙いつましたパスを送る。小松君、このスライディングが決まった。激しいタックル。ヒューガ君、センターラインを越えて出てくる。よし、ゴール前に持ち込んだ。敵陣を切り込んだ。もうこのタイガーショットだ。キーパー反応できない。俺は世界一のストライカーになるんだ。やめだ。振り切った。ここは抜かせません。横にかわして突破。体ごとぶつかっていった。チャージが決まった。それ。ドリブルでボールを運べる。スライディングで止めた。皆さんはテクニカルなサッカーが炸裂するのか。小池君、ここは抜かせません。沢田君、ここからチャンスを作れるか。チャージが決まった。それ。東方、前半を終えて大量リード。さあ、注目の後半戦。いけ。はっ、石田君、横にかわして突破。負けないぞ。体ごとぶつかっていった。はっ、沢田君、連続突破で見せます。かわして振り切った。沢田君、狙いすましてシュート。横跳びで鋭く反応。あー、弾きます。素早くつなぎます。アントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。ウルカ君、スライディングで回答。かわして振り切った。ソリマチ君、横にかわして突破。これはごぼう抜きだ。ソリマチ君、横にかわして突破。力を借りて強烈なシュート。渡辺君、このシュートを正面から受け止める。パントキック、どこまで運べるか。沢田君、このパスをカットします。ここからチャンスを作れるか。素早く横にかわす。これはゴボウ抜きだ。横にかわして突破。止められない。体ごとぶつかっていった。かわして振り切った。チャージが決まった。体ごとぶつかっていった。沢田君、ここは抜かせません。体重をかけてシュートを放った。渡辺君、横に飛んだ。
懸命に勝ち出した。体でぶつかっていった。鋭いスライディング。よし、大西君横にかわして突破。兵藤君パスを回す。ここは抜かせません。このスライディングが決まった。小池君ボールダッシュ成功。東方ここでキャプテンにボールを投げて勝利の一撃を狙うか。ドリブルでボールを運ぶ。これはごぼう抜きだ。やった。くらえ。ここでタイガーアタックだ。渡辺君ここに飛んだ。キーパー止める。このためにグラウンドに立っているんだ。よし、邪魔だ。やった。後半15分が経過しました。ここからラインスパートをかけてくるか。石田君ここは抜かせません。かわして振り切った。そら、パスを出します。ここでスルーパス。小松君横に飛ばして突破。須賀くん、このスライディングが決まった。よし、あっと奪い返した。それ、ドリブルでボールを運ぶ。それ、須賀くんスライディングでカット。素早く横にかわす。武井くんここはパスを出した。それ、いけ。あっと奪い返した。パスを出します。ヒューガくん右へ回します。ここは抜かせません。行くぞ。武井くんセンターラインを越えて攻め込む。反町くんパスを出します。沢田くん接着横にかわす。大西くん激しいタックル。南湯はテクニカルなサッカーが炸裂するのか。反町くん素早く横にかわす。それ、ここはパスを出した。武島くんここは抜かせません。それ、やっ、なめるな。スライディングで止めた。よっしゃ、大西くん横にかわして突破。あっと奪い返した。反町くん横にかわして突破。ここから打ってきた。渡辺くんゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。絶妙な一発だぞ。スライディングで止めた。高島くんここで奪った。はよし、なめるな。キューダー敵陣を切り裂く。後半すでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。キューダーさんダイレクトでパス。キューダー君素早く詰まります。ここでチャンスを潰します。チャージが決まった。よし、もらった。抜かせません。予想をすり抜けた。完勝。大量得点で試合に花を添えました。
ああ、くそ、俺ヒューガ小次郎、あいつをフリーにするわけにはいかないし、これがそれだけじゃないぜ。何？東方学園の強さの中心はヒューガさん、俺たちはそんなキャプテンを信じて。なるほどな。まだリーグ戦は始まったばかりだ。ああ、お互いに。どうした石田、なんだか嬉しそう。いい目標が見つかったからな。キャプテンとしてチームを率いる姿勢、そして次は高校サッカーで。はあ、グラウンドの端から端までって。ほら、どうした？こんな程度で息が上がってるようじゃまだまだ鍛え方が足りねえぞ。あとダッシュ10分だ。行くぞ。さすがキャプテン、すごい足腰だな。僕たちだって負けていられません。行きましょう。おう、ソラ、行ったぞ。パスだ。遅い。そんなのんびりボールを持っていたら一軍では通用しないぞ。試合では一年生だからって容赦してくれないからな。タケシ、こいつと交代だ。はい。さっきのプレーはボールを持ってから次のプレーを考えていたのではいいか。こうしてベンチにいるときにみんなのパス回しでの動きやプレーの癖、ボールをもらうために走り出すタイミングや、そういうものを頭に入れておくんだ。そうすれば次に自分がどんなプレーをすべき、試合中いちいち全体を確かめている暇はない。いい返事だ。今のお前は東方学園の一降格したくなければ、必死に頑張れ。よし、もう一回だ。こっちに来い。ほら、よし、今日の全体練習はここまでだ。それぞれクールダウンして。いや、お疲れ様。うん、わかるよ。君は今日いっぱい怒られていたけど、前は僕もよく怒鳴られていたな。でもあの人たちは見込みのない奴に怒っ。そうだ、夕食の後一緒にランニングに行かない？学校の外だけど。それじゃ。お待たせ。それじゃ。それじゃ、あとはお風呂に入って寝ようか。明日もまた練習だし。俺は、これだけ練習して。若島津、疲れて動きが鈍ってるぞ。そろそろ上がるか。いえ、もう少し、もう少しお願いします。仕方ないな。
タケシ。タケシ、いつものランニングの帰りか。はい、今日は彼にも付き合ってもらいました。そうか、お前も知ってる通り、タケシは1年生だが1軍のレギュラーだ。サッカーに年齢は関係ねえ。お前もそういう選手を目指せ。いいな。そうだ、チームは自分が勝たせる。よし、俺たちはもう少し練習していく。はい、失礼します。それじゃまた明日だ。よう。ふん、よし。なに、くそ。